今回は、青のチームが1、3、2、2のシステム。白のチームが1、3、3、1のフォーメーション。で、青のチームがある程度ボールを前進させることができて、このような状況を確保できたといったところから、崩していく方法を考えていきたいと思います。まずは1対1がここにできていますね。ボールホルダーに対して1対1ができていますので、これを何とかしたいということを考えていきましょう。そうすると、まず1つ目に、このようにボールを中盤の選手が受けてあげることによって、2対1が中央で出来上がります。当然、逆の選手でも問題ないですよね。で、2対1ができる。で、ここでは、やはりボールホルダーは、ある程度ボールを運ぶということもすごく大切になってきます。はい、次に行きましょう。はい、このような形で、相手も当然来ますから、中盤の選手が受けに来てあげることによって、ボールが2対1になって、ボールをラインを突破することができるようになってきます。もう一度確認しましょう。ここからボールを受けることによってラインを突破するということですね。一人目のラインを突破する。で、中盤の選手は前を振り向くことができるという条件でボールを受けるわけですから、ゴール方向にボールを進めてください。そうすると、相手の中盤の選手がこのようにボールにプレッシャーをかけてきます。そうしたらですね、次のラインが中盤のラインになるかと思います。こういったラインですね。こういったラインができていて、これを突破する方法として、このような形が考えられると思います。実線がパスの方向、点線が人の動きと捉えていただければいいかと思います。第一優先は一番長い、相手のディフェンスラインの裏を走り抜けるパス、走り込む、ランニング。そしてその手前のボックスに入れるくさびのパス。そういったパスを狙いながら、空いた外のスペースを使うパス、そして中のパスといったところが、この状況では考えられるシチュエーションになるかと思います。そうしましたら、ボールがこちらに入りやすくなるということですね。この状態からボールがここに入れやすくなる。というのも考えられますね。はい。ここで入りましたら、相手がこのように対応してきます。ディフェンスラインの突破、中盤のラインの突破はできましたので、今度はディフェンスラインの突破を考えていきたいと思います。この状態でボールを受けたら、次に考えてみたいのは、中盤のライン、ディフェンスのラインを結んだラインを考えながら、ボックスという表現がなされていますが、こういったボックスの中でボールを受ける。ボールを動かすといったところが必要になってくるかと思います。ボールホルダーはこの状況で前方向、横、そして後ろというふうな、プレーが選択できると思います。可能であればゴール方向に向かいながら、縦パスもしくは横パスが出せるようになると、よりゴールに進んでくることが考えられます。縦パスを出していくには、こういった斜めのダイアゴナルなランニングが必要になってきますね。はい。もしくは、そのまま、中に、ボールを受けに来る選手をオトルインしながら、
ドリブルという手もあるかと思います。次に、横のボックスに入ってきてくれたプレイヤーを使ったプレーを考えてみましょう。ここにはフォワードの選手、もしくは中盤の選手が上がってくることも考えられますね。はい。そうしましたら、少し、プレーを動かしてみましょう。横パス、縦パスというような形でラインを突破することができるかと思います。はい。また、この状況の中で、ボールを受けて、ボールを運ぶということも考えられますね。そうすることにより、できたスペースにさらに、フォワードの選手が入ってきて、ゴールを狙う。これはキーパーに捉えてしまってますね。ちょっと戻してみましょう。はい。中盤のラインを、ミッドフィルダーのラインを超えたところをもう一度整理していきます。味方選手がこのような動きをしながらボールをどこに配球するのかといったところを確認できるといいですね。もう一度確認しましょう。このような動きになります。ボールホルダーに対してボックス、前、後ろ、そしてボックスも2つつながっているのでそこのサイドに入ってくるというようなところが出てくるとかと思います。はい。ここで最後にお伝えしたいのは今、ピンクで示した点線にボールを動かすことはかなり容易なことだということはご理解いただけるかと思います。ここで大切になってくるのは、このボックスの中、もしくはディフェンスラインの裏にボールを配球することになってきます。ここでボールを受けてくることによって、相手が縮まり、サイドが空く。もしくは縮まらなければゴール方向に向かいやすくなる。といった現象が出てきますね。ここをしっかりと狙えるようにしていきましょう。このような赤の線、もしくは中盤のラインからボックスに入れるパス、ボックスから相手の背後に配球するパス、こういったパスができてくると、とても魅力的なサッカーになってくるかと思います。それらに走り込む、プレイヤーも自然と創出されてくるんではないでしょうかね。先ほどもお伝えしましたが、ボックスに入れなくても相手のディフェンスラインの裏、こういったところをつけてくると、ゴールにより早く進むことができ、相手も後ろに下がりながらのプレーになりますので、相手にとってみると怖いプレーになるかと思います。